いやー岸田総理、羨ましいですね。国民には重税を課しておいて、自分はちゃっかり400万円ぐらいボーナスもらっちゃうというね、笑顔も出ますよ。この笑顔の秘密は、自分は金が集まって、よっしゃよっしゃ。自分の息子もよっしゃよっしゃ。国民はどんどん貧しくなんで、ざまあみろと。で、言うにこと書いて、国民の自己責任ですと。悔しいならお前が総理をやってみろ、みたいな感じですよね。いや、こういう人がね、総理になってしまうと、国民は、 不幸でございます。永遠にこの日本は失われました。失われた30年と言いますけどもね、生ぬるいですね。失われた国家。岸田によって盗まれた国家あ。そんなことがね、広島方面から聞こえてきそうです。いや、これはね、自民党の事務所の方行って、ちょっとね、演説してこない,といけんですね。天皇陛下万歳天皇陛下万歳この野郎この野郎岸田金返せ俺の金返せ自賠責何とかしろ みたいな感じでね、怒ってあげてください。まあ、岸田総理、まだ笑ってますね。あぜひね、忖度するなら、私にも忖度していただきたいんですけども、いかがでしょうか。うんあ。ちょっとね、岸田グループの仲間に入れていただければ、私もこんな動画あげませんのであ、ぜひね、おこぼれをください。おこぼれをいただきますように、よろしくお願いします。